いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでオースティンさんですね。はい、デッシュのボルトを一つです。で、今日ね、発送します。で、いつものようにね、リテールボックスとリテール3パック、こちら未開封で、デッシュン限定の、こちらのね、ケースの、はい、方だけをチェックします。いきます。せーの。あ、はい。昨日もピンクでしたね。今日もピンクですね。10シリアルですね。はい。アメリカのフラッグとこのピンクのやつが一番、まあ、確率的には多いのかな。でも、これピンクシリアルありますからね。で、ゼレンスキーさんとかもいるんですよね、これね。eBay とかだと結構やっぱりね、需要はやっぱ高いんだなと思いました。はい。じゃあまず見ていきます。まずアメリカフラッグですね。はい。まずやりました。で、シリアルカードのところは、あ、マケインさんか。はい。20シリアル。うん。お元気かな？マケインさん。最近聞かないですね。うん。はい。で、ウクライナ枠は、はい。ね、去年結構ね、フィーチャーされて話題になりましたけど。これが、6番だ。はい。いや、この次、いたんだ。初めて見たかも。この次。プロモシリーズなんですけど、ここから。プーチンさん。はい。初めて見た。あ、2022になってる。ってことは、これ限定のカードしか、このプラケースからしか出ない。ってことだよね、多分ね。初めて見た。へぇ、P の2になってるな。こっちウクライナだもんね。あ、プレビュー？何のプレビューなんだこれ。デッションプレビューなんてあったの？いや、聞いたときないな。まあ、ロダー入れてきますけどね。カードとしての。はい。へぇ。まあ2016はこの中に入ってるリテールボックスあるじゃないですか。あれのプロダクトに、こう、ね、イベントとかでやった時の箱押しとか印刷で、その、まあ残りというか、そういうのをこう入れてるんだな、というのはわかるんですけど、で、今回このウクライナはね、この枠を入れて、これの、ファシメールね、スタンプのやつね。これ2022になってるもん。だからこれのために入れたんだよね。多分ね、この製品のために。初めて見た。初めて見ましたよ。結構 PB やってますけどね。まあ、気づかない方も多いかな。と思いますけど。はい。カーソンさん。で、カットシグネチャー枠ですね。ちょっと厚いローダー、ちょっと、今、ちょっと見当たらないので、後で入れておきます。はい。ね。赤井さん、何回か見ましたね。はい。ね。トランプさんとか、こう、いろいろあった時の。まあ、調べれば、すぐ出てきます。まあ、丁寧にね、サインも枠内入ってますから、OK じゃないでしょうか。で、グリーンのパラレルですね。トランプさん枠。で、ニックネーム枠ですね。うん、はい。で、最後はイギリス枠ですけど、ミーガン妃ですね。これも初めて見たかもしれない。8番だ。まあお父さんか兄弟か
ジョーカーね、ミーガンさんだけの初めて見たかもしれないですね。なかなかやっぱ面白いですねなかなかカードになってない人が多いプロダクトだから、ちょっと待って、から、はい、ということで入れました。これあのカード取り出すとき気をつけてくださいね。あまりにも下にやっちゃうとカードだけ飛び出ちゃう場合があるんで、その時にあのまた閉じないでくださいね。また閉じちゃうとカードくしゃっていっちゃう。はい、ということで、うん、この間 PP でそれを言ったら、あの何回もやったことがありますっていう。自然と閉じちゃうんですよあれ。メールが来てました。はい、ということで、プーチンさん珍しいな。いや、絶対そうだよね。このボルトのために作ったよね。うん。2022年のボルトって出た？去年の秋か冬。出ないからこれだったんだよね。多分ね。幻のカードかもしれない。はい、ということでね、はい、じゃあ、こちらで今日ね発送しますので、お受け取りよろしくお願いします。ありがとうございました。